はい、どうも。今日もですね、またエジプトから動画を回してはいるんですが、今日はですね、改めてエジプトの賃貸管理についてお話をしていきたいなというふうには思ってはいるんですけど、賃貸管理ってわかる？賃貸管理って何ですか？不動産を投資をしてくれているクライアントの方がたくさんいらっしゃるんだけど、不動産を買いました。でもそこに対して当然部屋を貸し出さないといけないし、当然部屋を貸し出したら家賃が入ってくるじゃん。家賃が滞納するって人もいるよね。で、滞納がされないようにちゃんと回収をしてきたりとか、部屋を出てく人もいるから、出てったら原状回復って言って部屋をまた綺麗にして次の人に貸し出すみたいなっていうのを賃貸管理って言うんだよ。で、うちのクライアントの方々がエジプトにいないことがほとんどだから、当然エジプトにいない中で部屋を貸し出して滞納とかがないように回収したりとかするっていうのは大変じゃん。だからその賃貸管理をしてくれる会社をお願いしないといけないわけだけど、当然うちもがそれをやっているので、投資して終わりではなくて、その後の賃貸管理も全てうちの方で責任を持ってやって、部屋を貸し出し、滞納があればすぐに回収に走る、で出てく人がいれば原状回復をしてまた再度貸し出す、で家賃もどん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 上げていくっていうことをやっていくということだね。うちがエジプトに入ってきたのが3年前、3年前の今、日本人に対してこう情報配信してる人はうちだけしかいなかったんだよ。だからエジプトの不動産を取り扱ってそれを日本語でサポートしてますっていうのはうちしかいなかったわけだけど、うちが市場に参入して投資をできるようにスキームを作ると、だいたい2年くらいするとね、真似する会社が入ってくるんだよ。で、今うちも3年経ったから、去年あたりくらいかな、真似する会社が何社か入ってきてるっていうことは一応把握はしてるんだよ。ああ、なんか真似してるなっていうのは見てて思うんだけど、ただね、どの会社もね、エジプトにはいないの。うちはエジプトにいるんだけど、ちゃんと分かっててエジプトの不動産を販売してるのかなって、どうやって賃貸管理をするのかなっていうのを一個疑問に思ってるんだよ。で、うちはその問題をクリアにはしてるんだけど、今これちょっとカメラ越しにうちのスタッフエジプト人の子がいるので、エジプト人の子はよくわかると思うんですけど、今この国で起こっている最大の問題は何かというと、外貨規制が引かれてるということだよね。これ多分友達とかでもいない？海外送金したいけどできませんっていう子結構いない？たくさんいますし、ドルが特に手に入れるのが難しいので、海外に旅行に行きたくてもドルが手に入らないとか、クレジットカードで予約したくても制限があってできないとかで、すごくみんな困ってます。そうなんだよね。これ、去年から通貨の切り下げがエジプトあって、で外貨準備高が減ってしまって、で現状は今外貨準備高が過去最高な状態にはなってるんだけど、例えばサウジアラビアとか、あとは UAE とか、湾岸諸国って言われてる国からどん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 投資の流入が入ってきてるから、だから外貨準備高が過去最高になってるっていう現状はあるんだけど、でも去年それが外貨が減ってたっていう状況と通貨の切り裂けがあったので、エジプト政府は外貨規制を引いて、エジプト人が簡単にドルに交換ができません、海外送金ができませんっていう風にしたんだよね。それはなぜかというと、エジプト人も行けないんだよ。で、なんでかというと、エジプト人は別にエジプトの中で生活してるんだから、別に外貨なんかなくていいんだよ。だってエジプトポンドで全部決済できるじゃん。お水買うにしてもエジプトポンドだし、家賃を払うにもエジプトポンドだし、電気代払う、ガス代払う、全部エジプトポンドじゃん。別に外貨なんか持ってなくてもいいわけなんだよ。でもエジプト人たちがみんなエジプトポンドやばいってドルだーってなっちゃうと、そうするとエジプトポンド大暴落しちゃうでしょ。でエジプトポンドの価値がなくなっちゃうじゃん。だからそういう人たちを防ぐために外貨規制を引いたっていうのが去年の流れではあるよね。仕方ないって仕方ないんだけど、エジプト人たちがそういう行動を取るから政府もそういう行動をせざるを得ないですよねっていうのが、今の状況だということだよね。で、初めて知りました。でこれあいつ話が戻るんだけどさ、今ねうちのことを真似してエジプトの不動産を販売してるのは把握はしてるんだけど、どうするのかなっていう話は、当然今後不動産が完成をして賃貸管理をしていかないといけないわけじゃん。ちょっとエジプト、家賃収入が入ってくるわけじゃん。でも家賃収入はここで受け取らないといけないわけじゃん。でおそらくその会社はね、日本に、いてエジプトにはいないわけで、エジプトにも会社は作ってないんだよってなるから、おそらくだけどエジプトの不動産の仲介とかと提携をして賃貸管理をしてくださいねみたいなことを多分依頼するんだと思うんだよね。でも
その会社ってエジプト人がやってるエジプトの会社なわけだから、もうゴリゴリ外貨規制を受けてるわけ。ってことは家賃収入がそのエジプトの賃貸管理会社に入りますってなって、どうやってその入ってきたエジプトポンドを海外送金するんですかって話じゃん。できませんよねって話じゃん。それをおそらくね説明してないはずなんだよ、そういう状態にあるっていうことをね。あとはね、そういう状態にあるっていうことも多分ね分かってないんじゃないかなと思うんだよね。だってこれって僕たちがエジプトに住んでるからそれを分かってるけど、エジプトに住んでない人たちからするとそれってなかなか知り得ない情報だったりもするじゃん。だからエジプトの会社に任せたらいいっていうふうに思ってるんだろうけど、だからどうするのかなって、家賃収入入ってきますとか、もしくはエジプトの不動産売却しますってなってこっちの現地の人に買ってもらうってなっても、現地の人はさ海外送金ができないわけじゃん。どうやってそのお金を日本に戻すんでしょうかって、そこまでちゃんと考えてやってるんですかっていう話なんだよね。うちはもうその限りではないんだよ。これって個人に関してはゴリゴリの外貨規制を引かれてしまってるけど、でも当然エジプトもガンガン輸出をしてるわけだし、輸入もしてきてるわけじゃん。だからみんながみんな外貨規制のこの枠の中にいるかって言うとそうでもないんだよ。海外にお金を送る方法はあるんだよね。だからいろんな会社はそこで海外で取引をしているのは送金をする方法があるからということだよね。うちも会社がエジプトだけではなくてジョージアとかアフリカのタックスヘイブンとかドバイとかいくつか持ってるわけなんだけど、そこの中でスキームを構築しているわけだから、賃貸管理をしていく上でこのエジプトの中で外貨規制を受けずにこのまま家賃収入を世界中にいる投資家に送っていくっていうことができる、もうそのスキームを最初から構築はした状態で不動産はご紹介してるんだよ。でもそのどういうふうに送金していくのかっていうこのキーとなるスキームの方法は一切ブログでも YouTube でも話してはないんだよ。だって話をしたらさ、うちのことを真似してる会社がまた真似されしてくるかもしれないでしょ。だからそんなことは言わないんだけど、でもそれを分かってないで販売してる人たちがいて、だからどうするんだろうなっていうのがあるんだよね。今ねそれでうちの方でねご相談来てる方が一人いるんだよ。うちではないところでエジプトの不動産を買われてて、それを資金が苦しくなってしまって売らざるを得ないみたいな感じになってるんだけど、でうち以外で買われてるわけ。でもそこの会社がねサポートしてくれないとかって言ってうちに泣きついてきたんだよね。だから結局サポート多分しないんじゃなくてしきれないのかなっていうふうに俺は思ってるんで、その外貨規制の問題をクリアにはできないからね。だからその投資家の方々もそこをちゃんと考えてもらえたらなと思うんですよね。不動産投資は不動産を買って終わりではなくて、その後に賃貸管理をしっかりやって家賃が回してこその不動産投資にはなってくるので、この外貨規制が引かれている今エジプトの中でこの問題をクリアせずに不動産を買ってしまうと家賃が入ってきませんよ、不動産が売却責任も入ってきませんよっていう状態が起こってしまう。もちろんこの状態がずっと続くというわけではなくて、どこかの段階では外貨規制は解除はされてくるとは思いますけど、でもそれが明日の話なのか5年後なのか10年後なのかっていうのは分からないから、その分からない中ではやっぱこの対策をしっかり講じておくべきですよね。外にお金を出す方法がないにもかかわらずエジプトの不動産に投資はするべきではないし、でうちはさっきも言ったようにこの問題はクリアにできてる。それは海外にいろんな会社があってそこをうまく活用することによって外にお金を出せる方法を持ってはいるんだけど、だけどそれを持ってない会社にお願いしてしまうと大変なことにはなってしまうので、エジプトの不動産を買われる方に関してはこの外貨規制の問題をどうクリアにしていくのかっていうところはしっかりと確認を取ってもらってから、問題がクリアになった時点で投資を進めていってもらうっていうのがいいのかなというふうには思います。はい、今日はですね、エジプトの外貨規制に関するお話ではありましたが、今、うちの方ではこういった海外の投資情報をですね、日々、BCG 公式 LINE というところで情報配信の方をしています。こういった海外の投資に興味があるという方はですね、まずはうちの BCG 公式 LINE の方を友達登録をしてもらえたらと思います。はい、じゃあ引き続きですね、またいろんな動画を出していきたいと思いますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。